どうもメンディーです。今回は私のホームタウン世田谷にある私のお気に入りのストリート道路をとにかく歩いて歩いて歩きまくりたいと思います。早速行ってみましょう。ここはね、成城学園前駅の、空中庭園です。気持ちいいよね。ほんと秋晴れ。カメラに映るかわからないけど今日は富士山も見えてます。この芝生の枯れ具合が秋って感じね。空中庭園にはね、反対側の景色もあって、さっきのは富士山とかね、あっちの方の景色だけど、真逆はもう本当メトロポリスって感じな。ほら、綺麗でしょう。いやー、この建物ができてまあちょっと時間は経つけど、昔は今地下にね、小田急線って通ってんだけど、成城学園前駅はこの地上にホームがあったの。ですごく古びた駅だったんだけど、電車の音が鳴り響いて、この街になかなか素敵だったんよ。今日日曜日なのね、これ撮ってるのが。みんなここにお祈りしに来るの。そう、なかなかここもね、前6月にムーブンをお届けした時はそこの関口教会っていうところないしたけど、ここもなかなかすごいよね。こういう建築物は本当素敵だよね。もうこういうディテールとかさ、ほんと素敵。やっぱその教会のイメージってステンドグラスと、割とああいう木なのよね。あれはモミの木？そうなの。私の中で教会って割とこういうイメージ で、教会によってはこうもみの木に飾り付けしてツリーにしてね、クリスマスを祝うっていうあるわけ。こうなんか落ち着くよね。お祈りの邪魔しちゃいけないから、ちょっとここいらで移動します。線側です。ここらが、ここが線側です。そう、ここからがね、素敵な
なかなかでしょう。この川沿いで見る四季は本当美しいよ。またしても濃いはず。嘘。どちら？あれ。いた。私たちはね、鯉に恵まれてますね。わあ、川の下の方にいるね。カモもいるね、今日は。うん、泳いでるから、ほら。本当だ。いいね、この桜。そう、この辺りだとぶつけたんだもん。ああ、綺麗っつってガウンって。すごいよね、桜注意って。桜注意って、だって私身長こんな感じですよ。綺麗でしょう。本当なんか すごいドレスの生地みたいだよね。水面がドレスの生地みたいなんだよ。綺麗だと思わない？だってこの流れてきて、この泡しぶきとあのグリーンのあのグラデーションがベルベットみたいで、それであの細かいしぶきがレースみたいで、でそのしぶきが下の方行ってあの歌方になるとこれがラインストーンみたいで、本当ドレスみたい。秋の匂いだね、こう枯葉のさ、匂い。枯葉が地面に落ちと、それを地面に落ちた枯葉を踏んだ時の匂いってあるじゃない。あれが秋の匂いかな。ちょっと土の香りとかと交わってね。ここの道がすごく好きなの。この道が。でも素敵でしょ。そう。ここの並木道はね、あの保存されてるのちゃんと、ほら。保存並木。私の書いた曲の中でもこの保存並木のこうイメージっていうか絵がね自分の中にあって、まあまあそのことを叩く子はないけど、ここで見たこの景観は私の曲作りにとても生かされております。この団地がサイドにあってさ、公団か、昔ながらの団地ってさ、こう見るとさ、こうちょっとねビクッとすんの、なぜかわかんないけど。いやもうこの絵のさコントラストが秋だね。あー、蝶々だ。最高ですね、本当。いや、来た来た来た。ここ。ふう。あー、気持ちいい。並木。保存並木がすごい好き。で、ここからの景色が、向こう山なんだよね。なんてことない景色かもしれないけど、こういうのに癒されて私歌ってます。
戸部勇気28歳 V。 もうすぐそこ、木ノ田公園のテニスコート。さあ、いざ木ノ田公園へ。東京都世田谷区立大倉運動公園にやってまいりました。さっきの団地街から歩いてちょっとなの。この運動公園がもうすぐ木ノ田公園の方にね、隣接していて、なかなかです。うわー、テニスやってます。テニスコート。私もね、一瞬だけテニス部入ったんだよね。一瞬だけ公式テニス。でそれでそのテニス部の中で人間関係うまくいかなくて、何もやることなくなっちゃって、中1になってすぐだったんだけど、みんな部活やってるし何も私やることないなってなって、そしたら学校に中高生で雑誌作りませんかっていうチラシが入ってた。それが私の創作活動の雑誌の原点です。だからあの時テニスやめててよかった。あ、懐かしい。ちっちゃい頃遊びました、これで。え、あ、登るだよ。行きましょう。ここは実は私のある意味秘密基地的なところでね、ここでこう寝そべってね、見るのよ空を。ちょうど今本当坂のあたりがいいんだけど、眩しいからこのあたりにするんだけど、こうね、寝そべってこう見ると、ほんとね、なんつうの、こう空をね、下にこう覗いてるような感覚になるの。あー気持ちいい。でも木漏れ日がちょうど、全部桜なの、この垂れ込めてる木は。うん、すごいんだから本当に。いやー、世田谷美術館、いやー懐かしい。小学校の授業でもあるのね、美術館見に来るっていうのが。そうそう、見に行って、なんかその時どなたの作品かちょっと忘れちゃったんだけど、水が張ってあって中に水が張ってあって、でその中入っていくと水の中に映像が映し出されてるってアートだったの。すごいかっこいいと思って、ここはね、レストランル・ジャルダンって言うんだけどね、実は私の幼馴染がここでね、結婚式を挙げたの。全部自分たちで企画して、ケーキのなんか入刀のタイミングだったりとか、いろいろ自分たちで試行錯誤してやったみたい。私はその友達がここで式挙げた時に、日は自分の V の撮影があったからね、参加できなかったのよ。お話だけ聞いたり写真だけ見てたら、すっごいなんか素敵な式だったみたい。
美術館で結婚式って最高におしゃれ。砧公園をちょっと一旦脱出して、やっぱ世田谷区は緑をね大事にしたいという、でとても自然豊かな場所にしたいという区の意向もあって、この公園に向かうプロムナードだったりとか結構工夫されて作られてるんですね。住民の人たちにもっと親しみを持ってもらうためにとか、そういうのも含めて、用賀駅から世田谷美術館に向かうプロムナードはなんかアートって感じ。ここがプロムナードになります。逆を見ると砧公園、そして世田谷美術館に向かう道っていう、こういった具合でございます。もうなんつったってアートでね、ここのプロムナードがいちいちね面白いのよ。まずこの地面が一つ一つずつが、ほんとこうまたいた。これでこういった具合でですね、こういうふうにね相席して喋れるようになってるの。面白いでしょう。飽きないよねこういうところだとさ、こうアパートの入り口とかもこういうふうにさアートの一部になってんだよね。面白いよ。ここに寝ると気持ちいいんですよ。ここに寝たりとか立ったりとかすると本当気持ちいいの。ちょっと衣装の関係でガーってできないのが残念だけど、裸足になって踏むともうねちょっと失礼して、お、いたたたたたいたたたたたたたいたたたたたい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 ただね、本当健康第一です。ああ体がすっきりした。じゃあ夕日に向かって今度首都高東名の河川敷、あの下を通りたい。いいね、なんかこういう青春映画のようよ。首都高と東名の入れ替わり地点ね。で私はこの東名の下を歩くのがすごく好きで、ちょっとまた砧公園の方に戻ってみたいと思います。
この空から車の音がするっていうのがさ、なんかすごく不思議で、でなんかこう心臓の鼓動みたいなのよ、ガタンゴトンみたいな感じで、いろんな人の思いをこう乗っけて走ってるわけだから、そういう風に聞こえるのかもしれない。カンパチが見えてきた。なんつったってこの歩道橋よ。この辺りは昔アメリカ村っていうのがあって、村があったっていうよりもそういう80年代70年代から80年代になると、あのアメリカのチェーン店とかが日本にもどんどん入ってきて、そういうお店がここら辺一帯に固まってたからアメリカ村って言われてて、今じゃね当たり前のようにあるけども、いろんなお店が。何でもその始まりは面白いもんで、それが当たり前になってくるとね、それが楽しかったこととか忘れちゃうのがね。アメリカ村っていうのももうだから名前しか残ってない、名前すらないか。環状8号線なんかいつまでも見てられるんだよね。この人たちは一体どこへ行くんだろうとか思いながら、再びの鬼怒田公園。こうフェンスを隔てて大きな道路を、かたやこっちは自然豊かな緑地公園っていう、そのもうコントラストが本当たまらないのね。ああ気持ちいい。私の楽曲の中ではこう、なんて言ったらいいんだろうな、描写的にこうスピード感を出してる曲っていうものがあんまりなくて、で今回ムーブっていう曲を作って、フロントガラス雨粒が天に昇っていくっていう、それが私にできる精一杯の、てか私なりのスピード感だったんだけど、その私の中でイメージしてるスピード感にぴったりなのはまさにこの東名高速なのね。その気持ちに飛び込んで死んで行きたい。
ここにね、来たかったの。まさにムーブっていう楽曲の世界観だから。何かを抱えて、何かを終わらせたくて、でまた何か新しい何かを始めたいっていう、そういうなんか人生観みたいなものをね、すごいここから見える車たちを見て感じるの。どっかに突っ込んでいこうとしてるわけよ。どっかに飛び込んで、で生と死はリンクしてるから、どっかに飛び込んで散っていくってことはまた新しく生まれ変わっていくっていう、それはなんかこう感情的なことでも人間関係なのかそれは分からないけど、その人それぞれ、そのある意味自分を壊していくっていうこともつながっていると思うから、私どんどん自分壊していきたいなってすっごく思う。でまた新しい自分に生まれ変わる。変わるよ。